仕事サボってピザ食うわ。いや、サボってるわけじゃないねんけど、僕の店の隣が、その、ナポリの釜さん、なんよ。で、この前その、従業員の方が髪切りに来てくれはって、なんか駐車場を探してると。今借りてる駐車場を、バイクのね、ちょっと出ていかなあかん、みたいな。で、それがなかなか見つからへんって言ってて、あ、じゃあ、あ、うちの、駐輪場、使っていいっすよって。勝手に止めんのは、僕イラッとするけど、言ってくれたら、別に止めていいよって。何もいらんし、みたいな。って言ったら、いやいや、それはちゃんと、払いますと。いう感じで、なんか、意気投合してね。で、今度、じゃあピザ食べるわって言ってたんよ、その、従業員の方に。で、今日、ピザ食べます。これね、1枚500円なんよ。お持ち帰り限定になるんやけど、まあ僕はその、隣なんでお持ち帰りで。で、さらにちょっとチーズ増量したらプラス220円かかるんやけど、もう全増量で、オーダーしました。めっちゃあったかいわ。ちょっとめっちゃいい匂いするんやけど。うまそう。これ何ピザなんやろ。チーズ増量した。これ何なんやろ。わからへん。何やろ。あ、パペローニかな。トマトソースとブラックペッパー、ペパロニオニオン。じゃあちょっとあったかいうちに。あ、助かる。もういればやからね、ピザとか食べたかったけどずっと敬遠してたんよ。すごい熱い。あ、熱いちゃうわ。薄生地やから助かるわ。いただきます。あ、うまっ。これうまいわ。うまっ。おいしい。ボーノ。違うんかな。ボーノ。これか。これか。あ、チーズ増量すべきやわ、これ。うん。いい塩味で。塩味。いい塩加減。で、ブラックペッパーもすごい効いてるから、美味しい。食べやすい。で、その時にね、そのお客さん喋ってたんよ。ほんなら、この箱あるでしょ、これ。これね、1個100円ぐらいかかんねんて。で、その、注文した時に、いや、隣やから、いや、箱いらんよって言って、もったいないから、箱いらんすって言ったら、いや、それはちょっと、みたいな、感じで言われて、全部すいません、箱をいただきました。いいのに。あ、これや。唐辛子。まあいいか、唐辛子は。いや、ここはちょっと、かけようかな。唐辛子。うん。抜群に合うわ。で、全部頼んでんけど、次が、あ、これ、わかりそう。お。これが、棒のマルゲ。
トマトソース、バジルソース、ガーリック、ブラックペッパー。にゃろう。切れてないな、これ。にゃろう。2枚目やからか。あ、いけるいけるいける。あ、いけるいける。いけた、いけた。ちょっと暴言吐いちゃいました。ごめんなさい。あ、うん。ガーリックがすごい。違う。違うわ。これ、ピッ、ピッ。バカジラがバレた。これ、ピッツァカルボってやつやわ。ガーリックがすごい。ガーリック入ってない。バカジラがバレた。ベーコン、ほうれん草、ブラックペッパー、カルボナーラソース。そう、最初食べた時に、あれ？これなんかカルボナーラの味すんなと思ったよ。けど、ボーノマルゲって言ってしまったから、あ、これガーリックかなと思ったけど、違う、これカルボナーラソースやった。バカ舌がバレました。すいません。このほうれん草がすごいいい味してるね、やっぱり。俺、そんな言われたら不安になってきたやん。うん、これ、間違いなくカルボナーレ。俺知ってるし。知ってるからな。もうベーコンとほうれん草なんか鉄板よね。お黙って食っとれ、このバカタレが。ごめんなさいね、こんなオーバーリアクションできなくて。めっちゃうまい。ビールと行きたかったけど、この後お客さんおるんで。これが棒の丸毛やな。うん、ほら、合ってた。知ってんねんからね、棒の丸毛。バジルソースがかかってて、その名前の由来とかマジ分からへんけど、まあ棒のやから、あの棒のなんかな、うまいっていう棒のでしょ。棒の丸毛。あ、うん。ガーリック、すごい。もう信用ならへんと思うけど、すごい。うまい。うん。どうも。うまいね。っていうかもういよいよめちゃくちゃ熱くなってきたね。七味入り。七味唐辛子入り。止まらんねこれ。昔スタッフがおった時はよう頼んだけどね、ここで。一人になってからなかなか食べる機会なくて。久々に食べたけど。
どうしよう。次のお客さんにあげようかなと思ったけど、止まらんくなってきたから食べますわ。多分、次来たお客さんは、なんかこの病院なんかピザ臭ないって絶対言うと思うけど、そこはご了承ください。すいません。カルボナーラが一番チーズの味がわかるかな。じゃあカルボナーラとこれニンニクのやつか、棒のマルゲ。うわ、贅沢。はい、うまい。完璧じゃない。3枚が1枚になりました。これが棒のマルゲで、これがカルボナーラピッツァカルボ、これがピッツァカルボで、これがペパローニ。やっぱ食べかけあげるのって失礼なんかな。これ一枚食べたら、もう全部食べなあかんくなる。丸じゃなくなるから。ただ次来るまで、あと15分ぐらい。悩むな。食べかけのピザなんかもらっても嬉しくないよね。食べちゃえ。これ3枚やったらどれくらいのデカさなんだよ。L 寸ぐらい。M 寸ですか ?L 寸ですかみたいな。その L 寸ぐらい。昨日ね、そのどん兵衛食べたんよ。4人前ぐらいと3合ご飯みたいな。で、今日はもうほんま食べへんからって、また嫁さんにね、言うたんですけど、ついつい、またこういうね、食べる機会ができちゃうんす。そう。けどまあ、ピザはおやつやからね。そんなこう、お腹に溜まるっていうあれじゃないんで。じゃあ、こう合わせようか。ペパローニと、ピザカルボ。じゃあ、これ違う。ピザカルボじゃん。なんとか、棒のマルゲ。ドッキリ。うまい。この組み合わせもうまいな。こう合わせたら、めっちゃうまなるやんか。もう全部合わせたピザとか作ったらいいんじゃん。全部のソース混ぜたやつとかね。絶対うまいと思うんやけどね。何のピザかわからへんけど。ちょっと充電なくなりそうなんで、ラストでございます。
ま、このピザの味が残ってるところの、最高だわ。というわけで、隣の店舗にあるナポリの釜さん、6月の真ん中ら辺ぐらいまで、テイクアウトのみ限定になるんやけど、まあ1枚500円の消費税、チーズ乗せたら220円プラスでやってるんで、ここの店舗限定なんか分からへんけど、まあ探して買ってみてはいかがでしょうか。ではご視聴ありがとうございました。